今日は簡単にちくわと人参と昨日の残りの玉ねぎ半分かき揚げ丼にします。下ごしらえしてきます。ピーマンも追加しました。緑がなかったんで。ピーマン1/4、人参は適当に、玉ねぎ、今日は粉と、ちょっとかな、2割ぐらい、粉も2割って、あ、入れすぎたかな、まあいいわな、なんとかな、はい、じゃあ、ちょっとまだ時間があるので、揚げる前に水入れるだけ。これ1個失敗。茹でて皮むくときに割れちゃいました。完成。今日の晩ご飯は卵とちくわとピーマンの天ぷらとかき揚げの丼でした。